今左耳だけ大きくなってる。なるほどっすね。マジックみたいな。なるほどっすね。これ俺の役なんだっけ。困ってるし。やべこんなに入るとは思わなかった。ここでダンボールが崩れろ。さあ崩れろダンボール崩れろ。しびてらねえぜ。さあもう一パート行こうか。スマイル大魔王です。 I come back ゴールです。タゲームやータゲームタゲームオッケー。あー今日はモノボケ会ね。さあみんながモンジャでどのようにボケてくれるかという楽しみな回ですね。あさあ戦国先輩自信があるか多分つまんない、ね、自分の好物を下手に焼くわけないから、阿久津と太一がボケでボケに回ってくれるはずなんだけど、わかんない。また阿久津が死念体だけしか残ってくれないかもしれない。スタンド攻撃を阿久津のスタンド攻撃を受けて、であの失敗してもスタンドだったからっていう言い訳をつける。あいつのことだから絶対そうだよ。俺はこんなんマジでやんねえって。まあおはようございます。元気に行こうぜ。ありがとうございます。ペニーザと相性がいいんですって戦国先輩。つってはい。今日もイケメン名前に石があるって人がね言ってきたんだよ。それ多いし戦国、うん、ラッキー数字は1000だってさ。あめったにない千円札を持ち歩きましょうみたいな。あではあれか山プティ組しかいないの で初日はあだな朝は全部見て回るって。そうね、びっくりはてなマーク探し、まあ、ポイントは分かるよね。ここだったら通路か食堂か知らない間にゴージャスカフェがゴージャスになりつつある。ゴージャスカフェ入りたいんだけどさ、ダメ、評定じゃないとダメか。アトベ編が楽しみですねっていうね。あーって汚い女俺によるな。すげえ。いやアトベだからね。で汚い女もカバーできると思う。汚い女ってなんだよ。失礼だ。普通に会話進めちゃったけど。って名前。ほらほらあの方々をバカにするなんて。これ以上は気をつけて国際問題になるから。違う。とか誰も言ってねえからな。これ以上国際問題だから何も言ってませんよ我々は。皆さんすいませんでしたね。聞かなかったことに頼みますよ一丁で。なんだっけ探索してんのに俺。あー危ない危ない。こらこら いいんだよ私好きだけどね。あここ初めてな。ぬいぐるみかこれは。これはラブレター。あーまさか自動人形集まりますな。じゃあどっち行く。じゃ特殊話題持ってるからアクスぐらい行ってくか。大地くんがなんだってって意味そういう毛があるのか。毛があるのかい。アクスかい。カタカナ見てバレバレやぞ。なんだお前記憶喪失かい。もう好感度ゼロに下げたから一回。上にのペニーってこっちも乗せやるってノリがいいな。ペニーノリがいい。確かに意外とバラエティ向きで。さあ行ってみようか。じゃあまあ太一の話。太一には優しいんですかあなたはって。なんだって。ああ、本当に言った。ちょっと笑ってない。ああ、喜んでる。バレちまったら仕方ねえなおいって。1年した2年したか。ああ1個したら、はい、言うてこの前まで小6だったわ ね君も言うてガキなんではないのか。だからかそれに対して全て全面的にくる。バカ野郎でな。喜んでる喜んでる。何言ってんだ。笑ってる口笑ってるもん。こいつの言うのが苦手だ。はいはいライバルだ。はい今回のライバルは阿久津ですよ。レン君かわいくないですか。かわいいよね。あ絶対かわいいと思ってる。口元がにやけてますよ阿久津先輩。その情報いくらで買います。アトベに売りに行っちゃいます、あそれ以上言ったら。ああでも喜んで顔喜んでんだよな。聞いたかカバチに。気をつけろ今回のライバル阿久津だぞ。ごめんなさい。真田も今回ライバルだからな。大変だよ守っていかないと太一君を。なんか阿久津のいいね。阿久津可愛いなって、ね、だんだんね。あ寄ってきたよほら。うわーうわーライバル2人目のライバル出現だよ。じゃあほらほら最後までニコニコしてるもん阿久津にしちゃさ。なんだよ。ダンの話をしていこうと。そうね。じゃあ戦国はまた。さよなら。またね次回ですね後日ということでね。いや、大地くん。聞いてよ。アクツずっとニヤニヤ。可愛いんだって。ずっとニヤニヤしてたけどさ、大丈夫って。身に覚えない。大地くん。聞いてよって。真田にも狙われてんだよ。気をつけてくれよ。水木にも狙われてる。そうだ、水木にも狙われてんだ。ライバル多すぎるな。こんにちは。はい。君を守りに来たんだ。ガーディアンだ、私は。君のさ。あま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 あ、うん、もうね仲よく半分ぐらいだからね親愛度嬉しいね。じゃあダンと付き合ったらおまけで阿久津をこき使える。あ確かにそうか。ほーれ、うん、ダン君だぞって。はいです。あの太一の値がおいくらで買う。ほーれかわいいだろうって。あ肩が凝ってきたなって。そうだね。
今徳島でも占い師が、まあないなね、そろそろ恋の話がしちゃうか。一回ここら辺でジャブを置いて、軽くね打っといて、な、なんですってって、あ、そう、あ、そういう、え、恋じゃねえじゃんってさ、いや、恋なのかもしれない、これは。あ、みんな、全員ライバルだ、全員ライバルだ、南も、南もライバルも全員ライバルだ。戦国がやってもまあ許される。あ、そうね、戦国ならあり、まあ、阿久津もまあ、まあ、ぽい、まあ、お兄ちゃんだね、みたいな。南やったらもう犯罪だ。南やったら犯罪だ。そうだよ。だからね、みんなやたらね、大地球の背後立ってたしさ、パート1。ジャッカルだって背後狙ってたし。そうだよね、そう狙ってた。だから阿久津が守ったんだみたいな。あのハゲ、ハゲ、これあの小峠さんみたいな。スキンヘッドだって多分自ら剃りに行ってんだよ、知らんけど。中3で生まれつきハゲっていうかね、まあ、分かんない、世界にはいろんな人がいるんで。ハゲもいいじゃんね、かっこいいじゃん。ジャッカル好きだよ、ジャッカル。じゃあ君、スマイルのことが好きだってやつだと思ってる。すいませんでした。ハヨニコ売ってこい。そう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 。あ、いや、いいんじゃないの、別にね。大地くんは、まあ、大きくなったら属性が変わるけどさ、クラスの女子が彼氏に連れなら、あ、絶対大地くんの狙ってるから、その女子絶対そうやってね、大地のこと狙ってるから。モテモテじゃん、もう激モテじゃん。多分テニプリで一番モテるの大地なんじゃない。いや、あと、あとベッドね、いい勝負だよ。高すぎてよ、困るから。僕ぐらいがちょうどいい。あ、そんな近距離で話さんでもええわ。え、ダメダメというかね、いや、あ、私に合わせてくれてんのかそれ。まあ、こっちは6人も落としたからな、今恋の話してんのよね。これから繋がっていくのか。はい、先輩はどっちですかみたいな。あーかな、龍馬の時もなんか身長気にしてたもんね。なんか背の低い男好きみたいな、イエスノーみたいなったもんね。イエスオアノー、イエスオアノー、イエス。はい、あー、まあ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 、まあまあ、でも本人が頑張ったところで伸びる伸びないかわからないので。ほんとかわいいな。ベラベラベラ、にちゃー。やめろ、その汚い笑みを収めるんだ、収めるんだよ。収められんわ。あー、もう確かに太一くん前にしたらね、にちゃーってなるわ。気をつけよう、ちょっと。で、あ、会議をして、今回もなんかさ、トラック事故ったりするのが声楽の時みたいに。お、来た、あ、来た来た、メインディッシュ。さあ、来ました、本日のメインパートこちらでございます。可愛いだけに、ね、うまいとこ見せる。まずはお手本ね。あ、まあまあまあ、お手本見たところで初めて焼くんじゃ。ちょっと待て、 あ、いるわ。食べ物といえば来るっていう、腹減ったんだよ。飲んじゃってのは100が。あ、そうそうそう、あ、さすが。私もね、お前なんでそんなこと言ってる。最初からそれを言いたかった、私も。俺は男気味して上半身裸で作ってやる。男気味。やけどやけど、熱いですね。アクスナゼ入っちゃう。に襲わらなきゃなんねん。いいじゃん、そんな、それもサシズなんだ。サシズの定義が広すぎてさ、話してらんないよ、もう。アクスとはさ、もいるかもしれないだろ。そうだよ、うん、あ、サービスサービスね。え、意外と難しいんだよね、土手が崩れちゃったりしてさ。俺たちも知っておく必要があるんだよ。あ、まあそりゃそうだ、うん、あ、客に焼かせんだ。席があって鉄板がいっぱい置いてあって。あ、じゃあ回転率悪いな。悪いね。だから性格の綿菓子が勝ったのか。そんなもんてめえ。でも焼き方とかさ、壁に貼っときゃいいんじゃないの。あ、逃げんの。あ、逃げんの。ほら、逃げんの。あ、もんじゃも焼けないのか、君は。そうか、10年に1人のくせに。あ、太一が呼んだら、すぐ帰ってくるよ。すぐ右にね、アクス出てくるよ、今から。あの、冷蔵庫の中にあれ、うん、あの、榊監督がいるから。話は聞かせてもらったよ。ずっといたんすか、榊監督って。あー、正確ね。知ってるっていう。あ、うまいね、分かってんね、乗せ方を、アクスの乗せ方を。南より優秀じゃん、もう。お母さん、お母さん上手だって言ってたよ。あれって。自信がないの。あ、うまい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 。戦国この辺上手だよね、コミュ力も高いし。そのガキが飛び出るんだ。簡単だな、ちょろいよな、靴も意外と。飛び出しても分かるけど、あ、靴めちゃくちゃ背でかいよね。でかいね、確かに。いくつあったっけ、あ、靴の身長までは覚えてない。で、好きな食べ物モンブランらしいんだけどさ、髪型がモンブランを意識しちゃってるから、ね、栗をのけてあげようよ。あ、そこまでハードル上げちゃっていいのかな。ね、行ったな。あー、楽しみだな。あ、なんだか、あ、靴くんのもんじゃ楽しみだな。はい、焼き方で味が、わー、さすが。わいよ、君は分かった、手本だから。次ジャンで、最後アクスぐらいかな。そうね、で、南が端っこの方で焼いてましたっていう感じかな。で、お、大丈夫。あ、お前しょっぱら行くか。トップバッター行く。度胸あんの、焼いたことある。私、中学の時焼いたことあったかな。全部一度に入れちゃって、はい。困ってるし、やめて。こんなに溶け入るとは思わなかったんですね。
うるせえ。なるほど、黙ってみ。スープを残しておかなかったんで、全部入れちゃったんだ。男気あふれるな。ラックスならこれをカバーするんだよ、これからきっと。戦国先輩は実況ね、第1話実況ね。大丈夫か、今から間に合うか。ラックスの身体能力があれば。やばい、あ、やばい、焦げが油敷くの忘れてたんだよ。事故が起こる。倒れちゃう。大丈夫か、強く出たら。割りで見切り発車というか、うるせ、思い切りがいいですね。そんなもんはな。あー、でも10年に1人の天才だからさ、今からカバーすんなよ。ハートマークにしてみろ。あ、柔軟な筋肉でさ、アックスのアッテージにしてみろ。ジンで行こう、そこはジンで。なかなか減らさばない。あー、まあ、見てすぐ真似できんならね、きっとね。アックスだったらテニスやらせてやれよ、早く。はい、なんか大きくなったりちっちゃくなったりする。アックスはね、火が怖いのかもしれない。今引いてんだ。鉄板から、鉄板から引いたところ。後ろの電子レンジ稼働してるけど大丈夫なの？あー、一応教えながらね。一応アクトにも恥かかさない方向で頑張ってんのかな。うるさい、進んじゃねえ。うるさいなー。いや、お前の声が一番うるせえよ、それ。うるせえって声がうるさいよ。何してるですか？あー、誰、土手を作ってるの？余裕というもんだよ。テニスじゃ勝てないけど、もんじゃならさ。そうだね、こうやって、うんうん、で最後にこう崩していくからね。しかし阿久津が今それをしたのでは、ピガーの今左耳だけ大きくなってる。なるほど、マジックみたいに。なるほど、なるほど、なるほど、土手を作るんだなってでやるのはど素人なんです。ここぞとばかりに普段バカにされてる分阿久津は降りに行っているって。はい、そうだね、もんじゃはね、美味しいんだよね、もんじゃね。私お酒好きだからさ、ハマ入ること入ること。すごいです。はい、あたちくんはもう見るだけか。今回はそういう感じね。阿久津がかわいそうな。普通もんだね。ダン君の手を火傷させるわけにはいかない。本当だよね。ダン君は客引きをさ、やってもらえばいいから。すげえ、目閉じながらやってくれる。もんじゃ焼き版越前何次郎。話になってるぞ、こいつ今。もう僕ぐらいになると、もう勝手にもんじゃができるんで。もんじゃ版何次郎。こんぐらいハンデあげないとつまらないよ。言われた通りやって、何が面白い。ああ、でもオリジナルを入れるのはまだ早いよ。まだオリジナルを入れるのは早いよ。こんなもん大丈夫か。食えりゃいいよ。ああ、まあどうなの。もうこれ扉が開くんじゃないか。来るかな。できた。最初どんなもんじゃを作ったのかさ。ドン。なんか植民地みたいな。まあ形はそうね、まあ、うん、結局まあね、まあいい。ダメではないけど、きっと、うん、まあまあ、アメーバ、君の心を体現したかのようなね、今揺れ動いてる君の心、そう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 、表現してみましたってなっちゃったけど、ほうほう、あ、味は、あ、困ってる、あ、ダメだ、ダメだ、ダメだ、これ、俺は失敗しただって、ほら、もう負けちまっただって、味はね、うん、ただ食感とかはさすがに負け、いや、戦国、あくずかわいいな、こんなやつだったんだ、焦らない。あー、絶対美味しいもんね。戦国の方が美味しいに決まってるもん。ここでいい。はい、そうね、最後に絶対をうまくかき混ぜまして、で、ね、正解は、君は何か勘違いしてるだけ、僕はまだ目を開けていない。そういえば最初からで、ね、何のこと左のとこ部外者はちょっと今ここ山吹き中のあれなんです。出てってくれませんか。あとは、はい、あれ剥がしっていうんだ、あのちっちゃいヘラみたいなやつ、知らなかった。まずうまいよね、うまいよね。はい、あ、同じこと言っちゃった。大丈夫だね。はい、いいよ、食べたらいいよ。もう時間はかかるよね。そうすると焼く時間と食べる時間と。はいです。阿久津先輩の1億倍美味しいです。身長が20センチ伸びました。売れるよ、売れるよ。そのままじゃダメだよ。そうね、取り付けたはい、剥がしで、かわいいね。あ、見つけたい、見つけたい、びっくりしてる、かわいい。匂いだけでもうまいって。脳みそに直接語りかける。今頃、阿久津どっか行こうって言ってやる。そろり、そろり。どこ行くの、阿久津で。あ、いいな、山吹も楽しそうですね。私にくっついてきたね。仲いいね、結局ね。食べやすいです。はい。うんって。あ、かわいいって、今のもう一回聞こうか。食べやすいです。うんね。剥がしにくっついてきたです。食べやすいです。あー、かわいい。かわいい。大地くん、かわいい。どうだい、どうだい。どうだい、どうだい、どうだい、どうだい。ここら辺で開くのは、ひいたか全国。ひいたか全国、いいね。ひいたか全国。焦らない、焦らない。焦らない。こっちも。あー、かわいいね、大地くんね。どうだい。
ヤミヤミ。美味しいです。ああどうしたどうした、やけどした。いやさっきのリフトしちゃったから。あ、靴がいない。あ、靴がいないんだよ。いないんだな。スタンド、またスタンドになる。あ、怒った怒った。俺よりし、あースタンドになったわ。すぐ死ねん体化するからこいつさ。覚えておいてね。あー、そうね。はーい、ありがとう。俺に対するんじゃない。はい、以上、はい、もんじゃ味講座でした。ありがとうございました。今までさ、いじめられてきたやつが全員阿久津の子に来そうだよ。阿久津さん、ちょっと焼き方わかんねんで、ちょっと焼かせてくださいって。もんじゃ、ね、焼いてみてくださいよ。お米は西中のあつって米は四中のっつって、阿久津さんちょっともんじゃ焼きわかんねんで。これで山吹は終わったな。さあ、じゃあいるところは見ようかな。あ、そうしようかね。まあポイントはね、強気だよね。他のブス何も見ないっていうね、強気な姿勢で今回は戦って。会議室にいんの？誰か財布奪ってんじゃないの？寝てんの？確かに。あ、いる。誰？コンビニは文太か。また南じゃねえの？南か。一応ね、南の食事情は知りたい。確かに昔とか興味がある。うん、ああやっぱりまたか、ごめん。はい、面白くない、面白くない。だろいだろい。だ、どっち行く？どうしよっか。特集話題は戦国残ってんだよ。そっか。まあ、いや、今日は阿久津にするか。してみよっか。さっきのもんじゃ、うん、あれはひどかったですね。いや、ちょっと分からない。まあ、みんなはああ言ったけど、なかなか欲しかったですね。ここで好感度をね、爆上げしていくという。行ってみようか。もんじゃの話題とか、食べ物の話題とかでさ。もしくは学園祭の話題とかでもんじゃについて触れられないから。じゃあ、もうないもうないよね、売らない話でもね。そうだね、ここは全然ダメだし、だだここに来て食べ物の話してみる、してみようか。後ろって言われそうだけど、うん、言うだろうね、足りないわきっと。まあいいよ、一応ね、はい、さっきのもんじゃさ、あ、はいはいはい、すいません、はいはい、なとさ、まあしゃあねえ、しゃあねえ、写真撮っといたしさ、あのもんじゃもさ。はーい、ちょっと大地くんはまたテニスかな。あー、ステージ、あれか、演劇のやってんのかな。あー、演劇の準備してんのかな。森蘭丸、あれ、かわいい。ここでやってんのかな。ステージ燃やすのかな。水木のことだから実際の火を使いますって言ってやるかもしれない。ここで大地くんが服を脱ぎます。会場の女子が湧きます。あ、やってんね。楽しみ、ね、今回の目玉だからね、この演劇は。実際の矢を使用しようと思う。実際真田君に矢を言います。なんとかなり。ああ、そうなんだ。ああ、なんか合戦の様子とかもやんのかな。じゃあ、あれ、切られるのは佐々木監督がやってくださいます。切られ役、意外と凝ったりする。アトムさんに切られてもらいました。あーって。俺を切ると愛度強じゃねえの。このシナリオだと発作的行動。はぁ、あ、いろんなシナリオがね、あるからね。発作的行動になります。ねえ、なります。前髪上司と愛よし。あー、なるほど。まあいろんなね、解釈があるし、いろんな研究で分かってきてるから、最近。それより、あー、あれ、あの、もう、歴史談義じゃん、ただの。赤沢がね、頭に張ってるのを感じる。ん、何の話してんだね。あー、とりあえず、うんって言っとけ。あー、恨みで恨みだよ。俺も恨みだと思うよ。あるよ。あー、まあそうだね。君なんか一瞬誰か分かんなかった。面白いんだよ。一瞬考えた。ちょっと不思議な扉へ。そう、なんかね、立ち絵。ね、なんか目つきがちょっと気になるけど。計画に穴が多いですね。あ、まあそうか、そうだね。確かに衝動でね。分かった。とりあえず結構役作りをね、作り込んでくる。とりあえずうなずいておくか。あ、そうね、野望ね、野望、野望って。俺もよく朝ごはんで食べたよ。あ、でも赤さ分が悪すぎる。悪いね。もう引っ込んでるしかないよ。ところで俺の役なんだっけ。なるよね。わあ、いいね。大地がいないぞ、さっきから。ああ、そうだね。主人、俺を立たせろと。俺を一番目立つ。殴らんか、もっと。俺を殴らんか。一応、桶狭間を抑えて。ああ、いいね。信長がね、この有名になるところらへん持ってる。はい、足りる時間。3時間ぐらいかかるんじゃない？ 4 日かかりますね。4日かかるよね、俺。大河ドラマだよ。戦いは間が抜ける。そうだよね。そうだよね。馬、後部に借りるんだよ、馬をさ。赤澤君、馬になりますからね。今から。またがりますよ。ですから、ああ、なるほどね。にもう少し、あ、難しいね。やっぱり道をみんなを立たせてね。でも優勝しなきゃいけないしっていう。今、赤澤にひどい。暴言を吐きそうになったもんね。やめ、大丈夫か。ピーヨン、ピーヨン入るやつか。いや、横が言わないでおくかい。ああ、じゃあ後で聞かせてもらおうか。じゃあ皆様、ご想像にお任せしますわって。なんだろう。はい。僕の出番は、最後に一緒にいるのかな。確かに。控えてんのか。最後、真田君に抱かれて死にます。
んでやめてよ。そうですね。うん、重要な役ですから。そうだね。気を抜いてはダメですよ。もう会場沸くよね、うん。お金取れると思うんだよ。チケット買うよ。はい。買うよ。わかりました。可愛いね。一生懸命やるからさ。はい。あ、楽しみだな。でも30分ぐらいで終わらせてくれよ。確かにさっきのもじ焼きで口の中やけどしたから見てくれる。あーってなあー、バクッて首まで飲まれたって。やめろやめろ。はーい、頑張ってるね太一君。お疲れ様。お疲れ様先輩。いよいよ好感度も半分ぐらいだ。そしてどう、まだよく分かってないですって。またね、あーまたね、あれでも一応やってくれる。うそうだね、一応失敗担当。そうだね、こういうことも起こりますよっていう教えてくれたと、はい、阿久津は。あれは悪い例だし。あれはわざと悪い例の100点満点模範解答。はあ。さあ、食べ物いっとくか。そうだね。そのぐらいだったら。もじゃあね、はい、野菜を切るのが上手？どこで？さっきかもんじゃの時か。キャベツだけはなんか許せないんです。母さんが男もこれ。ああ、いい教育方針だよね。そうだよ。母さんつうんだ。確かにお母さん、ほんとだ、かわいいね。お兄ちゃんとしてさ、なるべく手伝うようにしてます。マミーヤミー。あー、偉いね。料理も得意。あ、まあ、得意か得意か。僕も料理は得意だ。いや、何を料理する気だ。簡単なものしか作れない。いや、いいよいいよ、うん、得意って言えないです。まあ、ある程度はね、最低限。料理得意ですか。ドキサバより選択肢少ないよね。そうね。ほら、勝手に答えちゃうんだよ、こうやって。まあ、いいでしょう。そうなんですか、はい。あ、この太一くんのびっくりするポーズかわいい。どれで腰に包丁いつも持ってると思います。違う、用途が違うよ、それ。捕まるよ。まあそうだよね、うん、君もよく手伝ってあげるんだよって。母さんもすごいと思ってますから。すごいね。先輩もすごいと思います。あ、ありがとう、ありがとう。好感度がどんどん上がっていくね。お母さんの場合、ミサイって呼ばない。白声優さんつながりで。いや、あれは、ね、今しんちゃんだから。あ、だよね、声優さんね。そうそう。いえー、まあなんかね、まだ恋愛っぽい感じには なりませんな。結構遠いね。遠いね、うん、遠いね。意外とね、うん、距離詰めらんないね。そりゃそうか、阿久津ぐらい強くならないとダメかな。そして夕方一緒に帰りましょう。あ、そうか、今日。そうそうか、あ、一回か。今日対地球になるかね。このイグルミアン、いるエリアでいいよ。ここで来て来て、こんな早かったっけ前回。8月25日。いや、慣れてるからね。あ、そっかそっか。ただいちいち全部調べてたから、ね。あー、そっかそっか。オッケー、ゴージャスカフェ。え、アトベが接客すんなら確かにね、10万20万払うよね、みんなね。特に何も出しちゃって。大地君、順調かい。そういう屋台はすんなり出来上がったね。大変ですとか言ってたけど。今かい。やなぁ。さぁ、みなみが何残ってるの。こっち見てるな。はい、そうですね。あー、倉庫まで持っていく。事件の匂いがしますね。心で仕込んでおいた倉庫が。トラップだらけの倉庫にご案内だよ。いいですか、お願いします。まだ太一よりいっぱい物持てると思う、うん、きっと。でもまだ一回もさ、扉へ来てないんだよ。あ、そっか。まあ性格以外だとね、結構ね、マイナーキャラだからね。1枚2枚ぐらいかな、あればいい方かね。多いし2枚だっけ。あ、3枚ぐらいか、学園祭の。太一の扉は欲しいな。欲しいね。結構マイナーっちゃマイナーキャラだから、ない1枚2枚かな。阿久津多いかもね。そうだね、阿久津も戦国。阿久津、まあ、山吹はそのあたりか。どうせアトビューだけ20枚ぐらいあんだろ。分かる、分かってんだよ。評定は各1枚ずつで、残り全部はもうアトビュー。アトビュー枠ちょっと右向いてるだけとか、ちょっと左向いてるだけとか。もう誤差の範囲内の間違い探しレベルの。絶対そうだよ。あ、はい、だって前回アトベ全然関係ないのに、アトベの差し入れいっぱいゲットしたもんね。はい、今から指さしてやったら面白いこと言え。まあ一応ね。あー、来たよ来たよ来た来た。なんか起きるだろう。ガチャリガチャリ。カニを閉めるな。なんか起きるよ、なんか起きるよ。大丈夫ですか。うん、これは余裕ですよ。タバコの匂いがするな。いや、いんな、あー、靴分かってんだ、出てこい。見てんだろ、なんか期待してたんだろ。ユリを期待してたのかい。ユリを、ほら、手伝ってくれてありがとう。あ、男の子なんだね、力持ちなんだ、かっこいい。ダンキュン、それじゃ別の仕事があるので。ここでダンボールが崩れろ。さあ崩れろ、ダンボール崩れろ。しびてらねえぜ。ドサドサ。終わってるか。終わっちゃったか、つまんねえな。カバー飛べへんだったらなんか起きんだよこれ。
体あまだまだわかんないまだわかんないぞあーあくつちゃんとサポートしろよてめえほんとだよあはい、こっちから言うね。こっちからかな。後輩は一応ね、年上から誘った。さよなら、さよなら、ダンク。さよなら。よかったら一緒に。まあさすがに年上として一緒にね、声かけてあげましょうと。一緒に帰るです。かわいい。帰るです。じゃあ駅までね。もう大体みんな電車使ってんのね。アクソ置いていこう。うん、そう、全然ついてきてるよ。絶対後ろから来てるよ。はい。もうついたですか。もう確かに今現実時間で3秒ぐらいでついたわ。もう。でも阿久津変なやつをっ払ってくれてくる。ああそっか、あの二人が並んでるとね変な虫が寄りつくからみたいな。オッケーペニー、はい、ペニーがいる時点で誰も寄りつかないよ。逆にペニーとダンが歩いてたらやべえ。あーな確かに俺今いいとこだから呼んじゃないやつ。そうね、あれはあれで合ってるからって。映画の撮影かなって。あーロケ中だよ。さあで明日が金曜日か。まだまだだね、デートまであと3日あるよ、うん、大変ですね。オッケー。よーい、あサクサクやっていこうじゃないの。見事だったな。あ、忘れてた。もう忘れたよ、そんなこと。あったな、そんなことって。あー、オッケー。じゃあ、もんじゃも美味しかったし、寝るか。うん、おやすみなさい。バイバーイ。